大洋寺は東京都港区虎の門五丁目にある浄土宗の仏教寺院。三号は西谷山、陰号は三鷹寺院。次号は大洋寺。大洋寺は浄土宗の寺院で総本山地方院の末寺。三号、陰号は西谷山、神鷹寺院と合す。同寺は伝寺を築き立て、現在地2611年に改装され、会期は、 徳川幕府二大将軍、徳川秀忠の乳母内市側室の、勘高氏委員会さんは、増上寺、第十二世、勘地国史の皇帝で見た貸市委員の養子であった。さ、連射源誉丸明月を称。境内のうち776坪余りが町屋で、江戸町奉行支配の門前が形成されたとしつきは、不明。大洋寺は、幕府の秘護を受け、弁天社や、地蔵堂を養子。 美濃国の武家に生まれた、女性画家、小野通女の筆と伝わる徳川家康像や秀忠の、乳母、オーバー局の年次物を所蔵し、また、江戸政法六阿弥陀の第一番札書に指定され、道具も立派で流星を極めた。江戸城での入院の礼や、年頭の礼などの行事において、特別の待遇を受けた寺院の一つで、広間読礼座や、白書院での単独拝謁が許されていた。 1617年から1696年まで、五内霊三家寺の一つとされ、目黒の雄天寺と深川の本勢寺と共に、主院三十国を賜っていた。これは秀忠が、将軍の時、海山の明月が増上寺の黒本尊を供養する、僧を務めていたからだと言われる。1859年から1865年まで、後に、増上寺保守、地温門跡 上土州官庁を務めたの上雲海が重視した。しかし、明治維新後は、幕府の庇護がなくなったことで次第に推備し、広大な土地を切り売りしていき、山門が西久保の大通りに面していたものが、河前棒谷の中にまで交代して、現在墓地を有さず、一見すると、普通の住宅のような寺院となっている。また、1875年に寺付近に、警視庁、 第二方面第三所が置かれ、斎藤はじめが最も長く勤務した場所として知られている。大洋字が所在する場所は、森ビルが行っている虎の門、麻布大地区第一所市街地再開発事業の区域となっており、2019年6月7日正午の駆動廃止で立ち入り禁止となった。なお、2020年12月31日時点の東京都宗教法人名簿によれば、 宗教法人大王子は今もこの地に事務所を置いている。東京メトロ日比谷線神谷町駅から徒歩4分。港区虎ノ門麻布台地区第一種市街地再開発事業。港区2021年6月4日閲覧。ありがとうございます。